おはようございます。私は森町長の太田です。今月は防災について、敬老会について、および今月のイベントについてお知らせします。はじめに防災についてです。毎年9月1日は防災の日です。また8月30日から9月5日までの1週間は防災週間となっています。森町では本日9月1日を森町総合防災訓練の日として、午前8時に同ホーム線により訓練地震発生のお知らせとサイレン水鳴を行います。各ご家庭ではこのサイレンに合わせて、まずは身の安全を確保してください。その後、家具家電やブロック塀の転倒防止や備蓄品など、ご家庭での防災対策の点検確認をお願いします。また各自主防災会で防災訓練等を計画されている場合は、積極的に参加していただき、改めて防災に対する意識を高めていただきたいと思います。町では森町災害対策本部運営訓練と開庁時における初動期防災訓練を実施します。実際の災害に即した訓練により、災害対策の機能強化を図っていきます。次に、敬老会についてです。9月16日の敬老の日を迎えるにあたり、関係者の皆さんのご理解とご協力をいただきながら、町内各地区で敬老会が開催されます。今年は対象となる78歳以上の方は2799人です。このうち米寿をお迎えになる方は142人、100歳をお迎えになる方は14人で、町内では100歳以上の方は30人いらっしゃいます。また7日には100歳をお迎えになる方、および104歳になる町内最高齢者の方をお祝いに訪問させていただきます。すでに訪問させていただいた100歳の皆さんもお元気で、私自身も元気をいただいたところです。今後も高齢者の皆さんが住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、安全で安心な街づくりの実現に向けて努力していきます。最後に、今月のイベント情報についてです。21日から23日までアクティ森で毎年恒例のびっくり尽くしの3日間が開催されます。小学生以下を対象にした栗つかみや、栗を使った染め物などの創作体験、栗を使った食事やスイーツで秋を満喫していただけます。次に、三倉の大日産金剛院では27日に、無病息災を願って素足で日渡りに臨む斎藤護摩祈祷が行われます。秋の訪れを感じるこの季節に、いろいろなイベントに出かけてみてはいかがでしょうか。